前回までのトラスジ洞窟探検行きたいんだけど、ゴーストウルフとかいいんだよね。まずシンプルに、文明を開花させましょう。え、砂漠地帯にピラミッドある。急に空から化け物がダーン。てらの帰ってこれんだけど。なあ高木、もういいよ、もう一回仲間にするよ。死ね。確かに悪い。まあ一応やめとくか。せ、謝っとくか。すいません。神殿の一番大事な宝箱だけ取って、帰ってきました。すごい、銃の弾がある。グラップリングフック、トリマー。はい、ということで今回はですね、ピックスアークやっていきたいと思います。ということで今日はね、新しいメンバーが4人も来てくれました。まずはね、TS くんから。ホームレスみたいな格好の、前回からね、ピックスアークの動画を見させていただいております。これからね、ピックスアークの先駆者としてね、みんなをね代表としてね、こう引っ張っていけたらなと思います。こいつあの動画外で一生やってるからねピックスアークマジで。はい、じゃあ隣、ね、これボブはペガサスくんですね。はいはいはい、ありがとうございました。はいはいはい、あれ、あ、詐欺師やねえか。いや、詐欺じゃねえよ。あれ、ちゃんと録画してるからな。証拠は持ってない。やめてください。ちなみに、まあ、ことの経緯を説明すると、アンナイさんが、はい、あのリスナーからギフトをめちゃめちゃたかって、はい、あの毎日あのアイテムショップをあの全部購入させるって。俺たかってないよ。俺はいらないって言って、まあ、そう当たりがあるって言って、それで、はい、いや、ホズっすねとか言って、で最後の1回をギフト受け取りしないにして逃げたんですよ。そう、最後の1個を引かせないっていう、ね、詐欺師だ、詐欺師です。いや、いきます。ハズですね。ハズでかい。よし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 。くそ、うわー、全部投げてた。ハズレでしたね。はすいませんすいません。いや、ハズレしかなくはない。当たるんだけどね、このくじはね。おい、くじは当たるんだけどね。最後のラップだけ送らせねえじゃねえか、おい。はい、ということで、ありがとうございました。案内所でした。案内所です。次、ザンゲ君。これザンゲ君ね、ラストにも出てたザンゲ君ですね。はーい、ザンゲです。ラストと同様でね、奴隷として働かせてもらいます。あ、ラフト出てねえだろ。ラストっす、ラスト。ラストね。はい、じゃあ、これは、え、誰だこれ。ありきんか、これ。待たせたな。まさか。スネーク、待たせたな。どうも、本物の偽物の本物です。どっちや。案内さんの、詐欺企画に5000円以上使いました、アリケンです。うわー、やられてる。詐欺じゃねえぞ。一番やられてるよ。まだ当たりを引いたことがありません。よろしくお願いします。あれだね、当たりはあるよ、当たりはあるよ、ほんとに。愛知インパクトで怒らせようぜ。なんか高いもん買わせよ。高いもん買わせようぜ。やべやべやべ、お前もいっぱい食べるぞ。やめよ、愛知インパクトやめよ。これは、ん、ソゲキングかな、これ。なんだこのお前、これ。奴隷で、奴隷のニコンですね。最近なんか奴隷力を高すぎて人権を持ち始めた。成り上がってるからな、マジで。奴隷から、お前頑張れよ、奴隷ニコン。頑張ります。奴隷たちをまとめろ。もしかしたら奴隷を追加するかもしれない。そうですね、進行具合によっては。うん、奴隷リーダーだ。このメンバーでやっていきたいと思います。高木はね、寝てます。いや、本当に寝坊するとマジやばいっすね、本当に。てめえだよ、おめえだよ。一番おめえだよ。今まで何回寝坊してきたお前。本当にちょっとあの、これからは寝坊するためにTwitterで何かさ、これあげる、これあげる。なるほどですね。じゃあ会った時に女の子にナンパしてもらおうかな。あ、いいな。あ、いいな。いや、心の声が漏れちゃった。うえぇ、うえぇ、お父さん喜んじゃってるやん。GS どんな感じで進めてたの？僕はですね、あの地道にあの資材をあの集めて、大きい箱にあの木炭とか繊維とかも大量にもうバッカみたいに集めて、あの今保管してるんで。ずっとそんなことやったの？あれだもんね、今日フォートナイトしながらやってたもんね。なんかアリケン遅くね、ゲームの中でも。めちゃくちゃ刺してくるんだけど、人間ですよ、僕、人間ですよ。これだ、豚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 がおる。殺せ、豚を、豚殺せよ。テイムできないの、これ。最悪、死んだ、死んだ。待ってください、これ HP 減ってます、このゲーム。減るんやけど。あ、あれ、死んだ。
話が違う、話が違う。この世界まだ生肉しか食うことわかんないんですよ。それもキャンプファイヤーを覚えて、で、それで肉を焼く。食べるのは得意だろ、アリケン。TS 今何レベル ?56 です。バケモンじゃねえか。新要素はまだ僕も体験してないんで。新要素のことで、神谷と、俺と TS で喧嘩になりました。さっき喧嘩になったの、はい、そうそう、なんか、すみすぎじゃないってなって。俺の家の中に不法侵入して、中にあったなんかあの魔法の本みたいな、マインクラフトでいうエンチャント台みたいな、あれでなんかあの、ゾンビ召喚できるみたいなアイテムを作れるっぽいんですけど、まだ俺も作ったことないんですけど、ね、あのそのゾンビ召喚できるやつみたいのを作れる魔法っぽいデザインのオブジェクトを置いてたら、お前これねんだよ、魔法要素を見るだけ先に作ってんじゃねえよ、お前これ今すぐ破壊しろって言われて、であのそのアイテムを破壊することになりました。え、破壊した？破壊しましたよ僕。いや、いつまでたっても収まんないんで本当に。喧嘩して高木来ねえのかこれ。仲直りしろ。死ぬ、助けて。なんすかそれ。助けて、おい。あ、やった、死んだ。俺あのアイテムもらおう。いや、死んだとか言って。痛い。何誰やおい、誰が続いたの。あんたえ、俺の体の一部これ寝たりするとき邪魔くさすぎるでしょ。うわっ、インキン玉王じゃねえだ。お前名前つけとんねんお前。お前静かになんかやってると思ったら。プテラ俺もテイムして、なんかどっか行きたいね、みんなで。みんなでプテラテイムしたいな。そう、みんなでちょっと一人一人プテラテイムしようよ。俺レベルアップが可能です。適用するためにインベントリーにアクセスしてください。それはもうレベルアップはしてるんですけど、レベルが1上がるごとにレベルポイントっていうのが1ゲットできて、そのレベルポイントで HP を強化したり、スタミナ強化したり、重量強化したり、基本的にメインは重量とスタミナと体力に均等に振る感じで、重量がないとあの重いアイテムとか持てないんで。案内さん、あの俺全部重量にぶち込んで、俺今重量が580。やばゴリゴリやん。黒いベリーが欲しい。黒いベリーある？黒いベリーをなんか圧縮したような薬をどうぞ。何黒いベリーを、何黒いベリーを液体にしてなんか薬みたいにできるの。薬ですか、やっぱやってるんですか。あれやっちゃってんな。ブーツはやめろ。麻薬俺使っちゃったよ。ちなみに麻薬を自分で飲む、頭もおかしくなって気持ちよくなる。やばいやばい、気持ちいい。あいや、案内さんがね、売人やってるからさ。案内さん、今度 100g お願いします。みんなやり始めたよ。漁港さん見てください、ちょっと後ろ。頭に矢刺さった。落ち武者みてえじゃん。あ、眠れ、頼む、オッケー、眠れ。これで近づいて、麻薬の中に生肉と麻薬入れて、時間が経って起き上がりそうになったら麻薬をあげて眠らせます。なんちゅうゲームだこのゲーム。飯に薬物混ぜて仲間にするってやべえゲームだね。本当に麻薬って書いてあるからね。素晴らしいでございます。いやこのゲーム最高だぜ、麻薬を使う。お前一日何時間やってんねんこのゲーム。まあだと30時間ぐらいですかね。だって30時間もねえよ、学校行け。ゼラノンじゃねえだろ俺。これどうやって登るんですかこれ。アリケンについてって落ちたんだけどね。トリカリは上から見てるよ。怖っ。タマさんの後ろついていこう。おい、足場を壊すな。間違えました。よし。ね、みんなどこ出た、出た。オッケー。やばい、起きちゃった。ああ、危ねえ。まだ起きてない。危ねえ。いや、楽しみだね。何や、ねえ。プテラノンがくっつき始めたんだけど、助けて。あ、友さん、今アニメ見てるんですか？TS、俺、ドクターストーン全巻買ったで。ドクターストーンいいよね。今見てるアニメないなぁ。ドクターストーンってめちゃめちゃ面白いですよ。ラストのアニメ版みたいなやつ。そんな感じです。へぇ。家作りましょう俺らで。あ、いいね。絶対喧嘩起こりそう。難しいよね。嘘なの、ペガサス。このハエ麻酔矢で落ちないぞ。あ、乗れるようになった。俺のは。俺の陰金玉。うわなあ、もう魔法界のなんだあいつ。あの、そう、こういう感じでトモさんたちの動物が死んでいくんですよ。こういう魔法界からクソ強いやつらがなだれ込んでくる。ふざけんなよ、まだ名前もつけてなかったのに。これだ。